力が、はい、シフターの力がね吸い取られてしまったということで、全部なんか持ってかれちゃったよ、ね、あ、そうです。じゃあちょっとね、はい、一旦インターバル取りましょうかね、はい、はい、ちょっと落ち着きたいと思います、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。シスターありがとうございました。ありがとうございました。いやさっきコメントで面白かったのが、はい、シスターがこうやられてたじゃないですか。で、はい、力が出ないって言って、はい、なんか新しくポンパンマンっていう名前がつきましたよはいシスターのことでね、はいはい、ポンパンマンは下ネタを食らうと力が出なくなってしまうっていうそういうキャラクターみたいで、これは面白いなと思いました。はい、はい、テンション高田ポンパンマンでね、バイキンマンみたいな、ね、はい、バシキンマンみたいな出てくると力が出ないって言って、ね、みんなが応援しちゃうみたいな、はい、そんな、ね、ネタが、ね、新しく生まれたので、はい、よかったなと思いましたよ、はいね、柳瀬先生ごめんなさいって来てますけど本当にそうですよね。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、それゆけポンパンマンっていう、ね、新しいねできました、はい
さあここからはですが、はい、まあ、うちのスタッフのね、バカさ加減に笑ったところで、はい、皆さんのバカさ加減にも笑ってみようかなと思うことで、そうです、ね、はい、皆さんからいただいた、ブロマガのコメント、そしてソラキャンバスのを紹介していきたいなというふうに思います。はい、はい、ソラキャンバス5秒前だそうです。では5、4、3、2、1、終了。ポンパンマンで。ああそうなんだ。ポンパンマンってあの顔隠してますけど大丈夫ですかね、テレビ的には。さすがですね、はい、世の中の常識を覆すところから始まりますね、あなたは。さあ、はい、それではね、終了したところで、ソラキャンバスはね、向こうのスタッフが出しますので、あ、はい、一、はい、つ一つ見ていきましょう。70枚も来てんの？いつ終わるんだ？ありがとうございます。いつ終わるんだ。で、しかもブロマガのコメントもさっき紹介したら15個ぐらい来てるっていう、はい、もう全部いきますよ。はい、見ていきましょう。ポンパンマンにね、コメント一言ずつもらってきますんで。はい、はい、じゃあ、私の懺悔、ソラハク、始まる頃にすでに疲れてごめんなさい。あ、この方多分ね、手伝ってくれたんですよ。はい、ヒロさん、いらっしゃってましたよね。はい、うん、で、設営がね、はい、ぜひ、僕の友達って言って入ってきてって言って、あ、はい、って言ったら、やっぱり結構入ってきてくれて、はい、で、入ってきたらもう、僕はもうアリ地獄のような人間なんで、はい、入ってきたらもうガブッ、はい、はい、これやって、ガブッ、これやって、はい、僕あのメガホンで指示してるだけなんで、はい、そう、でもう始まる頃にはもう皆さん疲れてた、うんうんうん、本当にね、朝7時ぐらいの皆さんはね、見るに耐えない姿でしたよ、はい、うなだれて歩いてましたからね、はい、あそこちょっと会場が広かったんでね。そうですね、うーん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあ、ひづきさん、知り合いにクリスマスプレゼントを2つお願いしちゃってごめんなさい。ああ、欲しがりですね。欲しがり欲張り、はい、はい、さあ次いきます。滝丸ちゃん、ソラハク途中で帰ってしまってごめんなさい。あった、うん、うん、来ていただけただけ嬉しいですね。ね、はい、さあ次、体調を崩したためソラハク行けなくてごめんなさい。はい、体の方が大事です ね、 ね、うん、はい、次回来てください。はい、リポートしすぎ、多い時は1日10通もしてごめんなさい。いいことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かんちゃん、愛犬パルンちゃん、食べやすい大きさのごちそうにしてあげられなくてごめんなさい。大きいごちそうだったんですかね。あ、クリスマスプレゼントでしょうか。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。あなっちゃん、ごめんなさい。はい、なんですかね。なんですかね。はい、はい、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、ソラハクでバックショットばかり写してごめんなさい。はい、誰の後ろ姿を撮ってたんでしょうね。気になる。はい、はい、続いて、村田さんと勘太郎さんに救われたけど、それまで常にいろいろ晒してごめんなさい。何か晒されましたかね。はい、何でしょうか。よくわかりませんけど、はい、あ、ネゴのことかな。はい、これからもどんどん晒してください。はい、はい、さあ、キャスターの推し編してごめんなさい。これはちょっと、はい、本番マンコメントしづらいですね。そうですね、誰に推し編したんでしょうね。はい、箱推しでお願いします。まあでもね、今日はポンパンマン、はい、ポンパンマン、いや、顔が隠れないようにこんな感じです。いや、ぜひ押し通してくださいよ。はい、ポンパンマン、あ、誰、パパパ見えない、誰だみたいなね。はい。さあ続いて、広島に1年も住んでなくてごめんなさい。あ、明日いらっしゃるのかな。はい、ね、はい、楽しみにしてます。楽しみですね。さあ次は、年
私も雨男ぶりをいかんなく発揮してごめんなさい。あ、そうなんだ。ぜひね、あの水不足のところにね、はい、そうですね、移り住んでいただければと思いますね、はい、集中豪雨的な、はい、ありがとうございます、はい、続いて、あ、転勤が嫌で会社を辞めてごめんなさい。うわ、そうなんだ。うーん、貫いてますね、はい、うん、好きな場所で働けるのがいいですね。ですね、うん、はい、さあ次は懺悔ムラピーより張りすぎてごめんなさい。懺悔、そうですね、残ってるんでしょうねこの人はね。この人は許さないです。懺悔で懺悔、うん、この人タイキック、はい、はい、そうですね、はい、丹羽さんのことずっと新入りスタッフだと思ってごめんなさい、うん、あ、全然構わないですよ、まあいつは10年以上経ってもね、新人に舐められてますからね、はい、はい、はい、あ、丹羽さん、これ事実です、はい、はい、さあ次は、はい、テコンドーの方三日坊主でごめんなさい、はい、あ、三日坊主ね、もう耳が痛い、継続は力ないですね本当そうですね、はい、はい、さあ次、1月1日、密かに決めてた電車、週2日、2駅歩く、あ、1月25日でストップと、あ、なるほどね、あ、でもそれだけ続けられたということですよね、おお、うん、なるほど、頑張ってください、頑張ってください、冬空ナイスポエムでナイサー賞を受賞、おお、おめでとうございます、おめでとうございます、ナイスポエム、ナイスポエム、うん、来年もね、はい、ナイスポエム続くと思うので、そうですね、よろしくお願いします、はい、楽しみにしてます、はい、さあ次、はい、最近予報ちゃんと見てなくてごめんなさい、あ、大丈夫ですかね、それで、ちゃんとうまく生活できてますか、はい、ピンポイント天気活用してください、おお、まあでも大体見てなくても、ね、あ、新潟、あ、はい、これから新潟雪降りますからね、ちょっと気をつけてくださいよ、はい、はい、さあ次、カンタロウがポエム読んだ後、私がこれはさあやん読ませたいと書いたことがきっかけでアカンポエムと発展してしまってごめんなさい、うん、あ、でもカンタロウはねすごいポエムのコーナー好きなんでね、あ、はい、今やなんか自分のコーナーだって言い張ってますけどね、はい、はい、皆さんど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 んバッシングを書いていただければと思います、はい、はい、さあ続いて、はい、単身赴任中です、仕事のせいにして家に帰らなくてごめんなさい、あ、うん、いかがですかこれは、ちょっと悲しいです、ね、そうですよね、はい、ぜひ帰ってあげてください、はい、さあ、いつもソラキャンで適当な落書きばっかり書いてごめんなさい、はい、どんな適当な落書きですか、ね、イラストとか結構好きです私、あ、うん、だそうですよ、はい、イラストお願いします、はい、さあ次、ウェザーリポーターなのにリポートがなかなか送れなくてごめんなさい、はい、できる時だけでも大丈夫です、そうだね、はい、マイペースにお願いします、はい、さあ次、番組中寝落ちばかりしてごめんなさい、はい、お疲れなんですかね、そうですね、はい、ゆっくり休んでください、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、続いて、ホーリー推しメンなのに放送を見に行けなくてごめんなさい、はい、うん、はい、見れる時だけで大丈夫です、ありがとうございます、はい、優しいね、はい、さあ次、昨日メガネを踏んで壊してしまってごめんなさい、はい、うん、僕のメガネでよければクリスマスプレゼント、はい、さあ続いて、はい、続いてはくにょく太郎さん、はい、自転車で通学しないでごめんなさい、あれ何でされてたの、電車とかでしょうか、車かな、あ、うん、うーん、ぜひね、はい、健康に、はい、運動も大事ですね、はい、はい、してください、はい、さあ、あ、100ボルトと200ボルトコンセント間違えて、はい、試作機1台壊してごめんなさい、はい、ドブにドカンみたいな、はい、本当にあのドローンはね、はい、もう許せない、ね、
しっかりしてください、はい、気をつけてください、はい、さあ続いて今年もクリぼっち、クリぼっち、はい、クリスマスに一人ぼっち、なるほどね、クリぼっちでごめんなさ い、 いや私たちが一緒です、はい、一緒です。さあ次、マイソロ友さんたちリポ少なくてごめんなさい、はい、リポートマイペースで大丈夫です、大丈夫です、はい、ぜひ続けてください。はい、今年テレビは BS910 ばっかり見てたので周囲の人とテレビの話ができなくなりました、話が合わなくてごめんなさい。あー、なるほど、なるほど、うん、そうか、はい、周りの人も910にすればいいんだよね、はい、そうですよね、周りをもう巻き込めばいいんですね、うん、そうですね、うん、はい、頑張ってください、はいお、はい、地元のソライブ関連イベント参加しなくてごめんなさいか、はい、また次回参加してください。イラストすごいですね、迫力ありますよね、うん、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。クリスマスケーキのイチゴをこっそり一つ多く食べた、おっとごめんなさい、はい、気持ちはわかりますが、うんうん、僕もイチゴ大好きなんで、はい、美味しいですよ ね、 ね、はい、さあ次、皆さん、お土産渡せなくてホーリーにあげた、はい、あ、トントカイボさん、あの昨日いらしてくださったんですけど、うん、あ、そうなんですか、はい、ゴーヤービールをいただきまして、おー、面白いね、はい、でも次の日、私トライブの時はお酒飲まないようにして、うん、今冷蔵庫で冷やしてるので今度いただきますはい、ありがとうございますありがとうございます。さあ、キリン座流星群でスイッチャー変なカット割りをぶっ込んで分かる人にしか分からない、ごめんなさい、あ、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございますはい、フェニックスになった途端リポート怠けてごめんなさい、あ、まあね、はい、なんか一つこう目標を達成すると、うんうんうん、しばらくね、もう一回スイッチ入るのに時間かかったりもしますし、はい、全然構わないですよ、はい、はい、またその気になったらお願いします、はい、お、今日私の娘が入籍しました、出来婚、しかもさっき聞いたばっかり、はい、お父さん話あんねん、どないしたん、はい、今日席入れたで、だって、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、いいじゃないですかね、そうですね、うん、はい、うん、すごくハッピーなことだと思います、はい、ハッピーですね、はい、クリスマスに、あ、チャットもね、おめでとうおめでとうっていっぱい来てますよ、はい、はい、さあ続いて、あー、かわいい、ビリューンデビューを後押しできなくてごめんなさいクラウド頑張ろうよと、あ、いつもかわいいイラストありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、嬉しいです ね、 これね、はい、デビュー目指して頑張ります、はい、どこからだか、はい、ね、路上ライブから、路上、あ、はい、はい、ね、今度はね、あの警察署とかに僕謝りに行かなきゃいけないかもしれない、ね、そうなるね、あ、そうなるかもさあ続いて、ソラハクしか行けなくてごめんなさい、はい、おー、とんでもないですよ、そうですね、はい、年末の大イベント、はい、さあ続いて、はい、もう一回はい、ダブルナインの虜になってごめんなさい、はい、まあ、WNI って言ってる時点でね、はい、もうおかしいですよねウェザーニュースのことですけどね、はい、はい、ウェザーニュースインクの略なんで、はい、はい、さあ続いて、はい、ホーリーのアイドル的テンションに追いつけなくてごめんなさい、来年は頑張ります、一応モノノフなのでクラウドにもということですね、はい、はい、もうついていけないって言いながらモノノフって言葉を使ってる時点でこの人はもうアウトですよね、はい、普通の人から見るとそうですよね、はい、同じ系統だと思います、はいはい、さあ続きまして、今日の放送気づいたの23時でした、ごめんなさい、はい、とんでもないですよ、うん、23時からね、はい、ホーリーナイトだったんで、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、お、かわいい、ソラハクに行けなくてごめんなさい、ネゴロさんみたいですかわいいイラストありがとうございます、はい、また次回
回来てください。そうですね、はい、はい、なかなか部屋掃除しなくてごめんなさい頑張ってください。そうだね、はい、はい、ありがとうございます。ホーリーに思いを伝えきれなくてごめんなさい愛を、と、はい、伝わってます。お、ありがとうございます。十分です。はい、はい、ありがとうございます。友達の髪を寝ている時に坊主にしてごめんなさいだって。へえ、ずいぶん思い切ったこと。はい、そしてその友達も起きないんだね割り勘って結構ウィーンと落とすでしょ、ね、はい、髪が引っ張られたりしますからね。はい、すごいな、はい、まあ、ネタ的には最高なんじゃないですかね、はい、すごいですね、はい、あの、僕にはやらないでください、はい、さあ続いて、お世話になった教授の退官記念論文集に寄稿するつもりだった論文全く書けませんでした、本当にごめんなさい、はい、だそうです。おー、はい、もう先生に代わって許しちゃいます。はい、大丈夫です。はい、ポンパン丸が応援してます。はい、はい、えいおう、えい、続いて、仕事の一番大事な時に2回も足を骨折してごめんなさい。あー、大丈夫でしょうか。で、うーん、これはどっちも大変ですね、はい、そうですね、あの、ご本人も大変だし、はい、会社の人も大変ですね。そうですね、気をつけていただきたいです、はい、はい、この人、カンタロウと全く一緒です。はい、カンタロウもそうです、はい、そうでした。え、なんか仕事で大トラブルをやって、はい、謝りに行かなきゃ、客先に謝りに行かなきゃいけないっていう時に、はい、スキーで骨折して、あいつは行かなかったっていう伝説を持ってるんですよ、はい、スキーで、はい、プライベートで骨折、プライベートで骨折して、はい、すいません行きませんっつって、あ、何って言って先輩が謝りに行って、はい、それで移動になりました、はい、はい、もういらないっていう、はい、はい、そんなこともあったんですね。そうです、そうです、う、はい、リアルな話です。はい、さあ続いて、はい、ウェザーリポーターになったのに1回しか送ってない、ごめんなさい。キスペン、ぜひね、これからね、はい、これからもうどんどん送っていただければいいと思います、はい、そうですね、はい、2015年、はい、じゃあ続いて、ソライブ見れなくてごめんなさい、はい、でもソラキャンバス送ってくださって、見てるじゃないですかそうですよ ね、 はい、ありがとうございます。はい、毎日リポできなくてごめんなさい、はい、できる時で大丈夫です。そうだね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ソラ博に行けなくてごめんなさい、はい、また次回来てください、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。使ってたノート PC が XP でサポート切れ以降、はい、チャットほぼお休みしてごめんなさい。あー、うーん、また更新したらそうですね、お会いしましょう、はい、はい、ありがとうございます、またのさあ続いて、夜更かししすぎて寝坊してしまってごめんなさい、はい、あ、明日お仕事でしょうか、ね、え、うん、頑張ってください、頑張りましょう、はい、さあ続いて、はい、今年はホークス戦中継三昧ソライブにあまり参加できなかった、はお、いやいやいや、いいじゃないですか、そうです ね、 ね、はい、趣味に没頭されて、はい、はい、ありがとうございます。続いて、いっぱい寝落ちしました、本当にごめんなさい、はい、寝落ちするほど見ていただいてありがとうございます、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、続いて、3歳、うん、独身、はい、何歳なんですかね、はい、なんか書いた、どうも書いた後に消してますね、あれはですね、9です、お、8か9です、はい、はい、頑張ってください、はい、頑張ってくださいはい、リポート少なくてごめんなさい、はい、いつでも、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。仕事が忙しい時に骨折してごめんなさい、あ、結構あるあるなんですか ね、 ね、うん、この骨折した理由がスキーじゃなきゃいいですそうですね、スキーだったら移動です、はいはい、さあ次いきます、はい、岩さんファンでごめんなさい、はい、
重ですね。はい、この方貴重です。はい、人類にとって必要な方です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。庭さんに伝えておきます。はい、ニコ生でサンヤのことをネジ1本足りないと言ってごめんなさい。はい、まあ事実ですからね。、うん、本人も言ってました、この間。はい、なんかあれどこ行ったかなって探してましたもんね。はい、はい、見つけたらこちらまで送ってください。キュッキュッと。はい、はい、さあ続いて、ニコ生でばかりコメントしてごめんなさい。はい、お、今日はじゃあニコ生見ながらソラキャンバスにも参加していただいたんですね。嬉しいですね。ありがとうございます。はい、1クラウド、1クラウド、はい、はい、続いて、すごい、キャスターさん、スタッフさん、予報士さん、今年もソラキャンでネタにしまくってごめんなさいということで、ちなみにムララを書くポイントは、はい、温かみのない目と、はい、意外とプルプルな唇。温かみがないわけじゃなくて、はい、目が細いだけなんですよ。ね、あのものすごい温かい人間ですから、はいはい、もう火傷しますよ本当に、はい、心熱々ですよね。はい、さん、はい、さあ続いて、ありがとうございます。毎日洗濯ができなくてごめんなさい。はい、はい、みんなの外干しチェック、ぜひご参加ください。いいですね。さあ続いて、はい、なかなかいい写真をレポートできなくてごめんなさい。うん、リポートにいい悪いはないので、はい、いいこと言いますね。全部いいですよね。はい、全部素敵です。ありがとうございます。さあ風邪10回も引いて、今11回、あら、気をつけてください。そうだね、はい、毎月引いてるぐらいな感じなのね。そうですね。どうすればいいんだろう、風邪に強くなるためには。免疫力ですね。免疫を高めるですね。はい、はい、免疫を高めるなかなか難しいですけど、はい、ポンパにすれば大丈夫だと。はい、すごいですね先生。はい、ポンパが守ってくれます。ポンパにすると免疫力が上がるんですか。はい、じゃあ僕も明日から、はい、してみたいと思います。はい、はい。ポンパにするためには前髪がね結構必要ですけどね。はい、僕はまあいいです。はい、無理だろってコメントが来ましたね。さあ続いて、はい、通勤時寝過ごしてごめんなさい。通学時間よくありますね。よくありますよね。はい、はい、続いて、はい、めめしくて辛いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。バイジョイサウンドが来ましたね。はい、さあ続いて、メリクリ白黒でごめんなさい。面白いですね。はい、白黒でも可愛いですね。ねえ、面白いですね。はい、はい、ありがとうございます。さあこちらは以上かな。はい、はい、じゃあブロマガコメントいきましょうか。はい、そっちで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃじゃん、おトップバッター、はい、ゴットンさん、お、はい、これからですか。はい、はい、今年の、はい、今年の初夢がゴーヤじゃなくて、はい、ごめんごめん、来年こそゴーヤの夢を見るためにゴーヤを枕にして寝ようかと思います。はい、それではまた来週だ。おお、あ、来週、はい、はい、12月30日に最後のニコ生ありますもんね。はい、はい、なんかシスターが来てくれるっていうことで、はい、お、今回は、はい、はい、ちょっとこれから企画を考えたいなと思いますけどね。はい、はい、うん、ゴーヤーを枕に、はい、なんか壺に良さそうですね。ゴツゴツしてるんでね。そうですね。壺刺激そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次はこちらですね。モグさん、はい、はい、まさに今日なんですがクリスマスプレゼントの応募を忘れてしまった。あ、あ、泉のヘッドホン欲しかった。だって、はい、はい、うん、また来年応募してください。そうですね、はい、次は
ミノタさん、はい、太陽のリポを見るたびにうららチーズと言ってばかりでごめんなさい。はい照り返しが結構強いですからね、僕もね、はい、はい、ライトとかね、はい、特にあの写真を撮るときにフラッシュが反射したりするんで、はい、ちょっと気をつけてます。はい、はい、さあ続いてマルタクさん、はい、受験があるのにろくに勉強しなくて、はい、ごめんなさい。受験怖いな、はい、悔い改めて期間は短いですが、はい、頑張ります。でも今日はホーリーナイトを見ますって、はい、頑張ってね、はい、うん、あとちょっと頑張ってください。そうだね、うん、別にね受験まあ重要ですよ、はい、ね、節目節目でね、うん、そういうのもありますからね。そうですね、大人になってもずっと続きますよそんな、はい、だからね、いかにそれをこうなんだろうな、自分のこうペースを作っていって自分のやり方みたいなものでこう乗り越えていけるのかどうかですよね、はい、その時だけの結果じゃないですから、はい、それってずっと続いていくものなんで、うん、ね、諦めずに頑張ってほしいですね。そうですね、うん、はい、はい、頑張ってください、はい、髪の毛をいじるコメントばっかりでごめんなさい。ザビエル、ザビエル、ムララ、はい、主に頭部、はい、ナオさん、はい、いやもう本当に祈るしかないですよね僕もね、もう本当に毎日祈ってますもん、もう、はい、耐えろ耐えろってね、はい、はい、でも大丈夫ですよ、いじられてるうちが花だと思ってるんで、もう本当にね、磯谷ぐらい行っちゃうともうね、はい、いじられなくなるじゃないですかはい、はい、はい、続いてさあ、はい、チキさん、はい、最新のスマホをうっかり上着のポケットに入れても洗濯したら行ってしまったって、はい、日常生活防水タイプだったのに洗濯って日常生活やろうという負け惜しみとともに、はい、自分のうかつさをおごそかに懺悔します。ラーメンじゃなくてアーメン、 アーメン、いや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 ね、洗濯機で回しちゃったんですね。そりゃ無理ですよね。はい、大変ですね、頑張ってくださいね、はい、はい、続いて、シャラクさん、はい、今年の私の懺悔はしていただいたばっかりだったことです。はい、おお、親からは変わらぬ愛情を注いでもらい、はい、てんてんてん、してもらってばっかりで申し訳ないという気持ち、はあ、うーん、新たな年には今度は自分も恩返しができ人の支えになれるように頑張りたいです、うん、はい、あ、なんかいい人だなこの人、はい、ドライブキャスターや皆さんスタッフの皆さん頑張りからも励みをもらっていましたし、はい、笑顔に癒しを与えてもらい、うん、日々を楽しく過ごせたことをありがたく思います。また、はい、ホーリーにはいつも元気をもらえて、はい、いつも感謝です。はい、あ、ナイスポエム、ナイスポエム、あ、すごくいいこと書いてありますね、はい、うん、ありがとうございます。続いて太眉毛さん、はい、私の懺悔は先ほどクリスマスプレゼント大抽選会でイズミンのカメラサービスに心を奪われそうになったことです、はい、いつもはアイリン推しなのに、はい、イズミンに浮気しそうになってごめんなさい、はい、はい、いや、いいんじゃないですか、うん、はい、そうですね、はい、はい、ニコニコウェザーニュース3になってコメントする前に眠くなり一度も書いていませんでした。はい、懺悔しますのでこの迷える鳥をお救いください、うん、焼き鳥にならず済む道をお示しいただければ幸いです。はい、トリトロさん、はい、はい、うーん、次回はね頑張ってもらえればいいです、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。たけしさん、面白い懺悔を思い浮かばなくてごめんなさい。うーん、はい、あー、良い、うん、ことばかり、うん、あまり失敗がなかったということでしょうかはい、うん、いいことですね、はい、はい、さあ続いてみーさん、リポートを送ろうと思って忘れしばらくサボっていてごめんなさい。あとムララの髪をいじるコメントしてめんちゃい、いつも楽しい放送ありがとう、はい、今年も
よろしくお願いします。はい、はい、うーんね、はい、いやなんかニコ生の方でもこのね、はい、リポートを送ろうと思ってますっていう気持ちに、はい、嬉しいですね、うん、なってくれてるのがちょっと嬉しいですね。はい、はい、髪の毛はいじるの全然構わないですよ。はいね、はい、気にはしてますけどね。大丈夫、はい、もちろんです、気にはしてます。はい、でもね、ウィークポイントではないと思ってます。はい、チャームポイントだと思ってます。はい、うん、あ、薄毛は僕のチャームポイント、はい、前向き、前向きです、はい、うん、はい、続いて、はい、マミさん、あ、なんかお、ここだけの話ですが、私ずっと宝龍推しだったとみんなに言ってましたが、はい、カンタロウ推しであってしまって、実はここ3年ずっとカンタロウ推しであったことということを、はい、黙って嘘ついてしまってごめんなさい。はい、ホーリーリーホー、ごめんなさい。はい、マミさん、マミさん、ついについにカンタロウ、カンちゃん推し、やっぱりあの、うん、ハートフルツイートが効いてたのかな。はい、あーかもしれないです ね、 ね効果大ですね、うん、あなんか引っかかってしまった人がいますね。そうですね、はいはい、これからも応援してあげてください。はい、はい、レグミンさん、はい、ムラビーからかってごめんなさい。いいえ、ありがとうございます。はい、808ステートさん、はい、アイリン見てからウェザーニューズ見出したのに、いつの間にかチャッキーサーヤンに教えしてごめんなさい。あー、サーヤンって昔チャッキーって呼ばれてたんだって。人形のチャッキーですか。そう、あの、はい、すげえ怖いやつ、はい、チャイルドプレイですそれ、はい、なっていう風に呼ばれてたんだって、はい、だから多分昔の江川さんは、はい、なんかピャーって可愛い顔してて、はい、実はハサミとかジョキッジョキッそういうタイプだったみたいな。そう、怖いなーって話をこの間知ってたんです。はい、はい、KS さん、はい、確か愛理ちゃんに最初にポンコって言ったのは自分です。お、ポンコちゃん可愛いよ、可愛いよ、ごめんなさいっていうことです。はい、あ、大抵愛理ちゃん先輩ですね。はい、うん、以上ですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さん全ての、コメント、懺悔コメントを紹介させていただきました。はい、はい、ありがとうございました。さあ、それではちょっとね、時間過ぎましたけれども、最後に明日の告知をしましょうか。はい、はい、明日は、全国ツアー、はい、オラウタ全国ツアーの広島ですね。はい、広島公演です。はい、はい、そして応援に行くキャスターは、はい、じゃーん、ポンパンマンです。はい明日ポンパンマンが広島に行きます。はい、はい、なのでぜひね、ちょっと元気がないなっていう人がいたら、はい、来てください。ポンパンマンがね、はい、僕のポンパを食べなって言って、はい、元気になれます。はい、はい、元気に力が出ないよポンパンマンって言ったら、はい、ポンパって言ってくるんだよね。はいはい、食べられるのって聞きますか、はい、中身はコシアンです、はい、そうなんだ、はい、僕ね、あんこは絶対コシアンだと決めてたので、はいはい、よかったです。粒じゃなくてコシアンですよね、やっぱりね、はい、いや、なかなか分かってらっしゃるポンパンマン、はい、でもね、僕のなんか僕の人生でアンケートを一回取ったことがあって、はい、粒あんなのかコシアンなのかです、はい、だから僕の中での統計的に 8-2 で粒の方が多いんですよ、はい、世の中では。そうなんですか。そうなんですよ、 8-2 でコシアンかと思いました。僕もそう思ってたんですよ、はい、僕はもっと圧倒的だと思ってたんですけど、はい、僕の中でこう一人一人聞いてった中では 8-2 で粒です。あの粒の食感がいいからあんこって美味しいんでしょっていう意見がほとんどです。言ってね、あのこのね、このシルクのような肌触りのコシンが一番いいのになぁと思ってたんですけどね。
さあということで、はい、明日は、ポンパの中身はこしあんよのポンパンマンが、はいはい、広島会場の方に遊びに参ります。はい、ゴーヤーの馬車に乗って広島へ向かいます。はいいですね、ゴーヤーの馬車、はい、ゴツゴツしてそうですね結構顔揺れながら、ね、揺れるんですけど馬車酔いしないように気をつけますちょっとね、ゴーヤーの馬車が具合が悪くなりそうですね青臭い匂いで、はい、これから今夜出発ですね、ゴーヤーの馬車は、はい、下道ですからね、はいはい、明日には、広島に着いてると思います、はい、明日の夜は何時から開演なのかな、はい、斉藤、はいはい、ちょっと斉藤の方を見ていきましょうか。まだお席の方はあるのかな。当日券があるそうです。はい、はい、なのでね、はい、ぜひ、はい、ポンパンマン、ポンパンマンショーに、あ、間違えました、はい、空歌ライブですね、はい、はい、空歌ライブシェアザスカイというタイトルで今回全国ツアーを行っています、はい、はい、まだ席あるんだって、はい、はい、当日券がね、はい、出るそうなので、おー、はい、大阪ももう明後日か、そうですね、大阪、はい、大阪も参ります、はい、はい、ちょうどね、あの空白終わったんで、はい、ちょっとスケジュールがついて、バシと僕が大阪行けることになったんですよ、はい、はい、ちょっとあの調整がつきまして、はいはい、なんで大阪もね、あの盛り上げていきたいなと思います、うんうん、はい、はい、さあまずは広島ですね、12月25日、はい、クリスマス当日になります、はい、今日ですね、もう、おう、もう日付変わってるから今日ですね、うん、はいはい、オープンは19時半から、はい、スタートが20時、お、ね、え約1時間ぐらいになるんでしょうかね、はい、はい、で今回ね、前はその前の年の全国ツアーは、はい、なんかそのソライブ的なそのショーというかね、いろんなこうコーナーとかやったりして半分ライブ半分みたいな構成だったんですけど、はい、今はそのシェアのライブをメインでやって、はい、それ以外の時間は結構こう現地に来てくれた人々とこう、はい、コミュニケーションを取る時間を多く取ってあるので、はい、なんかライブ終わった後にちょっとなんかそういうみんなでこうお話をするトークするみたいな、そんな雰囲気でやってますんでね、はい、あったホームな感じなんですね。すごいなんか満足度が高いって聞いてます、うん、はい、はいはい、なのでぜひ広島の方に遊びに来てください。そして翌日26日金曜日は、はい、大阪ですね、はい、中津っていうところでやります。うん、はい、そちらの方も同じ19時半会場でスタートが20時、はい、はい、こちらもまだ当日券大丈夫なのかな、前、あ、そうか、大阪まだ前入り、あ、広島はもう当日券ということですね、はい、はい、さあということで今年ももう盛りだくさんのまま終わりそうですね、うん、あっという間に終わっちゃいますね、うん、はい、はい、さあということでだいぶ時間オーバーしましたけれども、はい、はい、ホーリーナイト今年の2014ホーリーナイトは以上で、はい、はい、おしまいになります、はい、はい、うん、さあ皆さんいい子にしてるとね、はい、こう明日朝起きた時には枕元にね何かいいものが届いてるかもしれないですから、はい、はい、さあ今年で一番面白かったですよっていうコメントもいただきました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、さあじゃあ終わりにしましょうか、はい、じゃあシスターのおやすみなさいで終わりにしましょう、はい、はい、じゃあカメラあちらで、では、はい、はい、皆さん罪は清められたでしょうか、はい、また新たな気持ちで、うん、来年も過ごしていただきたいなと思います。ではおやすみなさい、おやすみなさい
Thank you.